どうも、激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃおうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、福岡県大名にやってまいりました。今回のお店がですね、大名ちんちんというお店でございます。担々麺が美味しいということなんですけれども、2014年天神辛飯総選挙第1位を取ったというお店で、天神といえば、福岡の中心街なんですけれども、その中でうまくて辛い辛飯総選挙第1位に選ばれたということで、結構食べログの評価も高いということで、一番人気の担々麺の大辛に挑戦していきたいかなと思います。どんな味か辛さが薄いかちょっと楽しみなんで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。地下鉄赤坂駅より徒歩3分の距離にある大名ちんちん。料理の鉄人陳健一氏率いる四川飯店で10年修行したオーナーが独立開業したお店だ。辛さは全部で3段階。今回は大辛をいただくとしよう。まずは香り豊かな中国の漬物、野菜、ネギ油、醤油だれ、ごまペースト、自家製ラー油を入れ、特別に辛くしてある一味唐辛子を投入します。続いて麺を茹で、鶏胸肉と野菜のスープを加えます。茹で上がった麺を丼へ。きくらげやニラなど4種類の野菜を入れ、肉味噌、仕上げに唐辛子パウダーを振りかけたら完成。担々麺大辛のお目見えだ。こちらのちんちんの担々麺、はい、早速実食していきましょう。いただきます。さあ、ちんちんの担々麺大辛、お手並み拝見ですよということで、さあ勢いよく麺をすすっていきましょう。いただきます。美味しいね。これはうまい。これはいけるぞ。すごいこう本場の味っていう感じがしますね。四川の。これね、うまいね。これは何ですか。これは蜂蜜をちょっといっぱい入れて、はい、ラー油と山椒が入ってる。なるほど、とんでもないものいただいちまったとか。得体が知れないから、ちょっと味見してどれぐらいいけるかどうかでちょっと入れる分量を決めたいかなと思いますから、はい、ちょっと味見しよう。どんなもんか、いただきます。これうん、全部入れちゃいましょう。はい、男気からジョニー。お店の方からプレゼントしていただいたお胃からして後半戦楽しみたいと思いますけども、こちらのお店、追い飯というね、余ったスープにご飯足して追い飯で食べるのも、うまいぞということで、ちょっと追い飯食べていきたいかと思いますね。これ美味しそう。温泉卵と四川山椒、黒胡椒に粉チーズ、めっちゃうまそう。これこのまんまでも美味しそうですね。このまんまちょっと食べてみたい。どんな味になるのか楽しみですね。いただきます。
口がしびれて喋れません。残すところわずかとなりました。この残りのスープを飲み干してこの激辛バトルにケリーをつけたいと思います。ごちそうさまでした。はい、途中の追いからで雲行きが怪しくなってきましたけれども、デフォルトの台から美味しくすすれました。それでは辛さレベルの発表していきましょう。大名ちんちんさんの担々麺台から追いからプラス追いから追いからしたバージョンの辛さレベル発表していきたいと思います。辛さレベルじゃらららら、じゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。8でございます。口の中大かしでございます。ビリビリでございますと。辛飯総選挙第一、納得の味でございますということで、福岡県大名によったら、ぜひ食べてみてはいかがでしょうかということでね、今回もやっていきましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんで、ちょっと紹介していきたいかなと思います。ペンネーム味方正義さん、なんか最近ピノキオにメイク寄せてますかと。誰がピノキオだ。ピノキオちゃうわ。どうしようろ。キノコじゃねえし、おかしいやろ。適当なこと言うな。寄せてません。続いて2通目。ペンネーム花火専門チャンネルさん。体調大丈夫？最近たるんでませんか？無理はしてください。どっち？